BTR-90 は、ロシア連邦の装輪式水陸、両洋装甲兵員輸送車である、GAZによって開発され、GAZ-5923 とも呼ばれる。BTR-90 は、BMP-3 と同様に自国の BTR-80 兵員輸送車ファミリーの代替車両の開発という要求に対応するだけでなく、輸出による外貨稼ぎも大きな目的であった。この計画は1994年に発表され、少数の試験車両が作られ、ロシア陸軍で試験運用が2004年まで行われた後、ロシア連邦軍でそのまま実戦配備に就いた。その他に若干数がウクライナへも輸出されたが、実用のためというよりは、自国の装甲車との比較研究のためという色合いが濃かった。本車は、アラブ首長国連邦への輸出販売の交渉が進められており、今後、その他の国も含めて、海外で採用される可能性がある。車体は BTR-80 より少し大きく、装甲はそれよりも根本的に強化されている。車体下部は V 字形状となって対地雷性が高い。船型底部とも呼ばれる、この形状は水上での航行能力の向上にも寄与している。BTR-90 は BTR-80 よりも長さ、幅、高さともに大型で重量のある車両となっているにもかかわらず、機動性が大幅に向上されており、車輪を左右で前後反対方向に回転させることにより、超新地旋回も可能である。その一方で、BTR-80 同様にエンジンを車体後部に配置して、側面のハッチから兵士が出入りする車体構造を継承しており、一般的なエンジン前方配置の車両と比べて使い勝手が悪いばかりか、派生型車両の開発も行いづらい弱点を持っている。BMP-2 のものを元に作られた2名用砲塔には、スタビライザー付きの 2A4230mm 機関砲と、同軸に PKT7.62mm 機関銃を備える。昼夜間兼用照準機 BPKZ-42 と昼間用照準機 1P-13 が標準装備され、コンピュータ化された完全自動式の射撃管制装置がオプションとされる。車上情報統制システムを搭載し、従来のロシア製の同種の車両よりも大幅に情報処理能力を高めている。副武装として、砲塔の上部に RPKS5.45mm 軽機関銃か AGS-17 自動的弾発射機または旧計113コンクールス対戦車ミサイルもしくは別仕様として、砲塔両側面に旧計113対戦車ミサイルのいずれかをオプションとしている。これらの他にも 2A70 100mm 低圧滑降砲、あるいは 125mm 低圧砲を搭載する自走砲型も試作されている。装甲は車体と砲塔の前面で 20〜30mm 厚程度の防弾鋼板と考えられ、 14.5mm 重機関銃の銃撃に耐えられるレベルとされる。ARMA2にロシア連邦軍の兵器として登場し、プレイヤーが操作可能。ゴーストリコンフューチャーソルジャーキャンペーンでロシア軍の装備として登場。バトルフィールドシリーズ BF2 メック、スペツナズの装甲車として登場する。BF3DLC、バックツーカーカンドにて、ロシア軍の不評戦闘車として実装される。BF4 マルチプレイに、ロシア軍のアイフフとして登場。他のアイフフとは違い、砲塔が車体前方にあるため、後方からの攻撃に弱い。ありがとうございます。